エヴァ・ボトは、スロベニアのポップ歌手である。2012年2月26日、ユーロビジョンソングコンテスト2012の、スロベニア代表に選出され、同年5月に、アゼルバイジャンのバクルで行われる、同大会に参加する。スロベニア北部、トラボグラート市のシェンティアンシュプリドラボグラド村出身で、高校生の歌唱大会で、全国優勝した経験を持つ。2011年、 スロベニアラジオテレビション主催によるユーロビジョンソングコンテスト2012のスロベニア代表選考をミシアエウロビジアに参加する3ヶ月に及ぶ国内選考を勝ち残り2012年2月26日にスロベニア代表の座をかけた決勝戦でニカとエヴァのプルスニック姉妹と競う 視聴者投票と審査員投票それぞれ50%ずつによる総合評価でエヴァ・ボトワ・プルスニク姉妹を下しユーロビジョン2012のスロベニア代表に選出された国内選考の優勝曲となったバージャマムを作曲したブラディミル・グライッチはユーロビジョンソングコンテスト2007の優勝曲となったセルビア代表マリア・シェリフォビッチのモリットバの作曲者である ありがとうございます。